もっとその根底のところをしっかりと聞いてあげる、はい、お客様の立場に立って解決をしたい、うん、もうその雰囲気が、こんにちは、質問型営業の青木です。チーフトレーナーの西野です。この番組は営業に関するお役立ち情報を提供させていただいております。よろしくお願いいたします。先生、はい、受講生の方にお話聞いたりするのがね、はい、お客様がこう難色を示されたような時に、 うまく切り返しできなかったんです、はい、とか言われたりすることがまあちょいちょいあってね、はいはい、進むかなと思ったら、いやちょっと考えるわとかっていうふうに言われた時に、はいはい、それを食い止めるというんですかね、こう ねじ伏せるっていうんですか、切り返せなかった、その辺ちょっと先生うまく言ってもらっていいですか。だからね、簡単な例でいくと、時間がないとかお金がないとか、はい、他にも考えてるところがあるとかね、それです、それです、それから相談したい人がいるとかね、はい、まあ、いっぱいあるんですよ、はい、いっぱいあるんですけど、だいたい系統はもう似てくるっていうことなんですけど、まあ、どちらにしろですね、そう言われる、うん、その人の中には理由がある、断られる中の、そういうことを断るというか、そういうふうに言われる理由がある、はい、それを聞いてあげる、あ、ということですよね、はい、瞬発的に切り返さなではなくて、うん、ということではなくて、そのそう言わしめる状況、はい、それから気持ち、はい、そんなことをしっかりと聞いてあげる、その上で、うん、聞いた上で、じゃあもしそこが解決できるようなことが、こちらの側でも乗り越えられるようなものがあればどうなんでしょうねっていうふうに言ってあげる、はあ、そうするとその人は、あ、それやったらということになったら聞く体制ができる、結局それは切り返したっていうことになるわけね、結果として。その言葉に対してもう反応のように何かを食い止めるということではなくて、だからその上辺の考え方とかじゃなくて、はい、まあ、例えば、さっきも例で言いましたけど、はい、まあ、考えるためにだからこそ見るんですよとか、はい、うん、時間がないだからこそ少しの時間でいいんですよっていうのは上辺の反論で、はいはい、切り返しで、うん、もっとその根底のところをしっかりと聞いてあげるっていうことですよね、はい、先生ちょっとまたロープレーでやってみてもらっていいですか。あ、いいですよ、はい、はい、分かりやすく、ちょっとダメな例から、ダメな例、ね、はい、いかがでございましょう。今からでもちょっとモデルルームを見ていただいたらと思うんですけど、住宅ってことですね、はい、住宅のロープレーで、はい、はい、うん、ちょっとまあ今日のところは一旦帰ろうかなと思います。あ、結構でございますけど、それはなぜですか。まあちょっとね、今聞いたお話をちょっと整理しようかなって。あ、なるほど、整理するために見られたらどうですか。まあね、そうなんですけれども、うん、まあ、ちょっと いいかなっていうところが少しあって、あ、まあ見るのはね、ただですし、別に何もないですから、うんうん、見られるだけでも見たら情報入るんじゃないですか、うん、まあ、またね、ちょっと時間もかかるし、あ、時間はもうすぐ終わりますし、まあ、ちょっと今日聞いた話をちょっとまた家で整理してから、はいはいはい、整理するためにも見られたらいいと思うんですね。まあ、なんかものすごく嫌な感じが今来てますね、はいはい、というようなことでございますね、まあ、はい、そのためにあの見られたらいいんですよっていうのは事実なんですけど、はい、もうとにかくこう相手の気持ちを理解してないっていうかね、うん、聞いてない、はい、うん、まあ、上げ足を取るみたいな、言われたらそれだからこそっていう、あ、はいはい、という感じですよね。何が何でもみたいな、ね、そうそうそう、これだからもうとにかく見てもらったらなんか先へ進むんじゃないかっていうね、いうことで、問題はそこじゃなくって見てもらう気持ちが大事。あ、そう、なんかはめられそうな感じがちょっとね、うん、だから、はい、だから結局商品を売ろうとするっていうことですね。商品説明型になっちゃってる、うん、見てもらったらきっと納得いくんだっていう感じですよね、はい、じゃあ先生、いい例もお願いします。そうですね、はい、はい、まあ、ということで、よければ、まあ、あのご覧いただいたらどうかなとは思いますけどね、あ、まあ、ちょっと今日のところは、はい、一旦帰ろうかなって。はいはいはい、あ、まあまあ、それもね、いいんですけど、それは何かございますか。うん、まあ、ちょっと今日ね、お話聞いた、ところを少しまた家に帰ってから整理したいかなって、ああ、なるほど、いや、結構でございます。どんなことを整理されますか。
うん、まあやっぱりこう自分の中でもまだ平屋がいいのか二階建てがいいのかとか、ね、ちょっとその辺が分かってるようで分かってない部分が少し、はい、どうなれば分かりますか、それは。まあもうちょっとしっかり考えて、そのこの先のこととかね、はい、まあ子供たちだけじゃなくて両親とかもいるから、はい、こういう感じでいいんかなっていうのを考えたいかなって。あ、なるほどね、これよくわかりました。じゃあもしですよ、そういうのが見ることによってよりリアルにイメージできるとしたらどうでしょう。まあそれありがたいけどね。ですよね、やっぱり現場で実際にその生活スタイルとか流れとか動きとかを見ていただくと、自分がいくつぐらいでこういうふうになるなって見れるんじゃないですか。まあね、確かに、ね、だからそういう意味で全然見たからどこっていうんじゃなくて、情報として見られたらどうかなと思うんですよ。いや、まあなんかここに決めるかどうかがちょっとまだ決めてないんで。全然いいじゃないですか。なんかね、見たらこうあれ書いてこれ書いてって。いやだからむしろ大事なご自宅ですから、はい、本当にいいとこに住まわれたらいいと思うんですよ。あ、そのための情報としていろんなものを見られたらいいんで、そういうことで私も提供できることを喜びにしてますからね。でも見るだけで終わっちゃうかもしれない。全然いいんじゃないですか。本当ですか。はい、もうむしろそれにご協力させていただきますから、よければもうすぐにね、見ていただいても、ゆっくり見ていただいても結構ですから、いきませんか。あ、じゃあまあそれだったら、はい、そうですか、はい、分かりました。じゃあご案内しましょうというようなことで、はい、その人の本当に、手助けになる、はい、なんとか聞いてもらって話を進めたいというこっち側の立場ではなくて、お客様の立場に立って解決をしてあげるということですよね。立ち位置大事ですね。立ち位置、まあまあそういうことですよね。自分の立ち位置なのか、そうそうそう、お客様の立ち位置なのか、のことを考えて一生懸命一緒になって解決したいということですよね。はい、すごくよくわかりました、はい、現にお客様はそういうことを考えて目の前にいらっしゃるわけですから、はい、来られてるわけですから、ええ、その潜在的な意識としては何とかしたいとか解決していきたいということをいろいろ上辺では言ってられても、根本には持ってられる、そこをしっかりと抑えて協力をするっていうことですよね。でもそういうのをしっかり聞いてくれたら逆に信頼されそうですよね。ああ、そういうことですよね。先生、もしかしたらそのね、初段階中段階とかなんか段階があって、理想とすべくそのトップセールスとしての切り返し法みたいなんてあったりするんでしょうか。お客様に対する思いじゃないですか。その思いが高まれば高まるほど、お役に立ちたいという気持ちが高まれば、はい、その言葉を本当に真剣に、共感も深い、それで一生懸命考えて、ということはこういうことやったらどうなんでしょうと、本当に心から言えてる、ということですし、それが高まっていけばもう反論はなくなってくるっていうね。そういうことですね。よく言われるんですよね、はい、どん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 できるようになってきたら反論を言われなくなる、はい、もうその雰囲気がもう、あ、この人やったら大丈夫なんだなっていう雰囲気になってるんですね。雰囲気にまでそれが出てくる、そういうことなんですよね。安心していかれるっていう、ぜひ皆様もね、まずはうろたえないっていうようなところからしっかり落ち着いて、ね、まあこれはだから共感をして、質問して、共感をして、質問をして、相手の真意をしっかりと聞いて、はい、そういう中で、あ、これならお役に立てられるということになれば、じゃあもしこういうことやったらどうでしょうって言って、先にそういうことを一回お伺いをして、それなら聞きたいということであれば、ご紹介する、こういう流れにしていただくと一番いいですよね、はい、はい、ぜひ皆様もご参考にされてやってみてください。いかがでございましたでしょうか。この番組役立ったと思う方はいいねボタン、そしてぜひチャンネル登録お願いできたらというふうに思います。そして、より実践的にもっと味わいたいという方は、入門編初めての質問型営業という
Zoom で開催しております2時間の講座がございます。ご興味ある方は下の欄の概要欄のところですね、はい、URL が貼ってございますのでぜひお申し込みください。ありがとうございました。ありがとうございました。